井戸川達蔵から1943年5月24日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。古参の上原松の一人。日向国出身。薩摩藩士、井戸川唯一の長男として生まれる。1890年7月、陸軍士官学校を卒業。翌年3月、不評少尉に任官し不評。 第24連隊付となる。この絵不評第3連隊付などを経て、1895年4月から11月まで、台湾に出生。1898年1月、参謀本部出資となり、新国左県参謀本部付などを歴任。日露戦争では、県大本営付特別任務従軍、満州軍総司令部付 県新民府軍務官などを務めた。この間、1904年12月、不評少査に昇進した。1905年11月、関東総督府付となり、参謀本部付、不評第3連隊付、不評第11連隊大隊長、東京英寿総督副官などを経て、1909年6月、不評を中佐に進級。 翌月から1911年まで私費で、イギリスに留学。1911年6月、不評第59連帯付となり、新国出張、参謀本部付を経て、1912年7月、陸軍省副官権陸省秘書官に就任し、上原祐作陸軍大臣に仕えた。井戸川は半長終末で、宇都宮太郎の同志として、上原を補佐することになる。 1913年8月、不評大佐に昇進し、本郷連隊区司令官に着任。1915年4月、不評第62連隊長に就任し、参謀本部付け、この F 不評第3連隊長を歴任。1918年7月、宇都宮が朝鮮軍司令官に就任すると同時に、陸軍少将に昇進し、 不評第39旅団長に着任。1920年5月、この絵不評、第2旅団長となり、第1師団司令ぶつけを経て、1922年8月、陸軍中将に進み、由来要塞司令官に就任。1923年8月、第13師団長に、親保された。1925年5月、予備役編入となった。その後、 新武議会会長を務めた。ありがとうございます。